気になってること、ここでも伝えたけど、これな、NBA 選手も伝えたけど、試合して見ててな、こう例えばこっち攻めるとしても、もらってもこの、あんまり有効なピボットを踏めてないことが多いね。で、有効なピボットってどうなんて言ったら、例えばそうです、パッとディフェンスで。って時に、ディフェンスがやっぱり嫌なのは、左に抜かれるのかな、もしくは、まあ、足が右軸としたら、こう、右に抜かれるのかな、反対でも一緒だ。右に抜かれるのか、ちょっと考えて。右に抜かれるのかなって、動いちゃうのか。やっぱり左に抜かれるのかなって、こうしたらシュートやな。シュートモーション構えられたら、打たれるのかなってあるやんか。この3つが、英語ではトリプルスレッドで、トリプル3つやな。スレッドってのは脅威、怖いこと。ガオーなんか、シュート抜かれちゃうかなって言って、なぜ映画でやっぱり抜かれるし、こっちで怒られるしな。こっちは怒れへんけど、先生怒られるな。シュート抜かれたやんけ。なんで手あげへんねん。シュート構えに行ったら当然、こっちの脅威とこっちの脅威、3つあるから、それに有効な、例えばパンってもらったときに、ギュッと構えると、まあ、出てくるやんか。これができてるのは、割とまあ、こうだよな、打つのは打つけど、打たへんにしたって、打つにしたって、構えるぞっていうのとか、もしくは別に構えんでも、左に打つっていうレイクから入ってもいいやんか、ピボット。ほんなら、変ってなるやん。このときにもし、変な話、ポロッとこけてくれたら、簡単に打てたりとか、動きすぎたりとか。ついてるわな、例えばリナシのメイクを、リナシのメイクを、待ってもらったときに、あ、反応したら、逆に出てくる。これ有効なステップやんか。みんなはって言ったら、同じようについてても、横だけとか。これ有効じゃないの。これがコーチに見て、NBA の選手でも結構多い。NBA で、外でもらうとき。これで打つか、返すかだけ。わかる？それと、ディフェンスをちょっと動かせると全然、こうやってもらっても、こうやっても、わざといらん方向に、いらん方向に、いらん方向に踏んでますよってリズムが解いて、いい。ほんならベースアランじゃん。ほんなら打つぞとか、ドリブルで出すのも一緒。その有効なピボットの使い方ができないっていうのが一つ。これちょっと意識してみる。もらうとき。わかった。シュートが右抜くか左抜くか、それを一つ意識するだけでもいいから。もう一個、